はい、どうもゆたです。本日はですね、リアデフ、デフリアデフの LSD ですね、の仕様変更をちょっと、やってもらいました。ガレージ山号さんにちょっと久々に行ってね、やってもらいました。で、VAB の、まず純正、まず、クスコの RS のタイプが入ってます。僕は、MZ と RS ってあると思うんですけど、僕は RZ の方が入っていて、でリアデフは多分 1.5A と 2A のやつが、あると思うんですけど、それが入ってて、で一応僕は 1.5 で組んでもらってます。で吊るしで、組んでもらってたので、カム角が55度の、20度かで、2ウェイで組むと55度なんで、減速側でも結構効いちゃうんですね。で、イニシャルトルクも、出荷時状態だとマックスで入ってるみたいで、マックスでした。で、ロック率も 100% になってるはずなんで、まあカム角55の、イニシャルマックスの、ロック率 100% で吊るしで組んでました。で、まあシーズン走り切って思ったことは、まあプッシング、まあプッシュ、リアからのプッシュが結構強くて、で結局プッシュアンダーになってしまう。で、なんだろうな、まあ、リアの主張が結構激しくて、なんだろうな、まあ、リアが本当に、前より早く作動する感じ、リアが、フロントが、巻き込んで入るっていうよりかは、リアが結構押し出してきて、まあちょっとフロントの旋回を邪魔するじゃないけど、そういう感じなんですよね。はい。なので、リアをちょっと機器を落として、でとにかくフロントで引っ張る、まあノーズが入ってくれるようなセッティングを目指して、ちょっと今回は組んでもらいました。で、カム角、プレッシャーリングを選ぶことによって、カムの角度とかを変えられます。で、今回は、1.5A の、35度と45度。で、オフ側が、20度のやつ。で、なんで、角度を2種類選べられます。で、今回、とりあえず45度で、組んでもらいました。結構ね、そのカム角は結構変わるらしいので、とりあえず45で組んでみて、それでもちょっと強いとか思うようなことがあれば、まあ来シーズンとかに35にしてやってみたいなっていう感じなんで、今回は55だったのを45にしました。で、イニシャルトルクなんですけど、バネの方がマックスで12本かな、吊るしで入ってて、今回は8本にしてもらったので、ちょっと落ちる感じ。で、ロック率なんですけど、一応ね、60% ぐらいになってるみたいです。で、イニシャルトルクとカム角に関しては、僕の、まあ、予定してた、小売れぐらいがいいんじゃないかなっていうのと、まあ、意見があったんですけど、ロック率に関しては僕 100% がいいのかなとかって思ってたんですけど、まあ、今回山郷さんと、クスコさんに、ちょっと、相談して、で、結構その、クスコさんの方でロック率を
落とすの方がいいっていうのは結構ご利用しで、やっぱリア緩い方が、結構いいみたいなんですよね。なので、ちょっとまあそれを参考にして、今回は組んでもらいました。そういう感じで。はい。なんで、まあ結構ね、旋回、まあ侵入の時も結構なんかリアの主張激しくて、なんかアンダーっぽくなるっていうのを感じていたのと、あとその脱出コーナー出口で踏んでいく時に、本当に車の、なんか、デフで曲げるっていうよりかは、本当に車が旋回が終わってから踏まないと、ただのもう普通のプッシュアンダーになっちゃって、外に膨らんでいくだけなんですよね。我慢しないと。っていう感じでしたので、それが、まあ、治るのかな、みたいな感じで思ってます。はい。そういう感じで、ちょっとね、デフの動き、結構デフがなんか強く効いてるなっていう感じの、乗ってると、あの交差点とかでもすごいタイヤキュッキュッキュッキュになって、こうアクセルも入れないとエンストしちゃいそうな感じで、結構抵抗を感じてたので、ちょっとそれの外撮り動画があるんで、デフの交換前と仕様変更ごと撮ってあるんで、ちょっとねあんまり変化が多分わからないかもしれないんですけど、一応それをちょっとチラッと見てもらいます。はい。動画ではちょっと全くわかんないですね。はい。で、ちょっと乗ってみて踏んでみた感想なんですけど、発進とか駐車場からこう出るときとかの結構切ってアクセル入れると結構抵抗があってエンストしそうな感じあるんですけど、それがなんかちょっと薄れたような感じするのと、あと、なんだろう、進入のとき、アクセルオフのときの、なんか、リアの安定感っていうか、そのなんだろうな。なんか邪魔してくる感がちょっと薄れたような気はする。アクセルオンに関しては、なんかあんまりわかんないけど、なんかその、今までアクセルオンにしたらもう、なんか決められたラインにしか乗らなかったんですけど、それが、なんか多少なんかニュートラルじゃないけど、なんか多少自由度があるというか、そんなような感じはするんですけど、やっぱりね、あんまりわかんないな。まあコースを走らないとやっぱわかんないね。でリアデフつけた時もなんかそこまでそんなにわかんなかったんで、まあちょっと、まあとりあえず走ってみないとわかんないですね。はい。という感じで、とりあえず、まあ、仕様変更しましたっていう動画です。はい。まあ、これでちょっと、つくば、踏ん切りをしないといけないんで、俺は。はい。ちょっとこれで、今シーズンっていうかな、来シーズンに向けて、頑張りたいと思います。はい。